ワンピース、スタンピード。スタンピード。結構最近だね。まあ、レッドかな？最近、こう、すごい評価されてるし、ワンピースの興行収入の中でも1位みたいな。何十億、90億とかっていう話も出ましたよね、はい、海外でも話題でまた再上映するっていう話も出てますけど、でよく、じゃあ例えば、まあ、購入収入で言うとレッドですよってなるじゃない。で今度じゃあファンの中で名作といえば何って言われると、大体みんな挙げるのが Z かストロングワールドなんだよね。あ、シティが出てくるとかゼファー先生かっこいいみたいな。僕は正直スタンピード、これがあまりにもちょっと購入収入的にもそんなに振るわず、まあ他よりはね、レッドの1個前だからまあまああるんだけど、振るわず、なおかつね、こうファンの中でも話としてあまり出てこないっていうのがちょっと悔しいので、ちょっとここで話したいなと思ってて、俺はワンピース映画の中でも過去最高に興奮したのがこの映画なんですね。実は、うん、劇場にも3回行ったんですよね。これは一言で例えるとね、ワンピ界のスマブラみたいなもんでもう過去キャラがめっちゃ出てきて、最悪の世代も全員出てきて、はいはい、本当にいろんなキャラがまあ勢ぞろい。海賊万博をやるっていうところに海賊がバーって集結して、そこで戦うみたいな話なんだよね、はい、でそこにあのまあご都合的に便利な設定ですけど、インペルダウンの脱獄囚の一人にロジャー海賊団の生き残りみたいなやつがいたと。でそれがダグラス・バレットって言って、それが今やばいことをやろうとしてるみたいな今回の話に関わってくるんですけど、ほんほん、何が一番俺びっくりしたって、うん、そこに宝があると一個、でそれがワンピースって言われてて、あ、いやワンピースなわけなくないみたいなワンピースで終わっちゃうじゃんって、まあね、って言って、で俺正直期待しなかったの、映画あるあるのなんかワンピースの〇〇の〇〇の〇〇みたいなで遠巻きのやつやられんのかなとかって思っていったら、うん、なんとその宝はラフテルのエターナルポーズだから、ワンピースだよ。だから俺正直それ盲点だったなと思って、これ手に入ればガチでいけるじゃんみたいな、がっつり本編の大筋に関わることだもんね。これが衝撃的だった。それで、あ、この映画やってるなっていうか、面白いこと組み立てたなって思って、なおかつこのラフテルのエターナルポーズは最後ルフィが壊すんだよ。あ、で結局ラフテルのエターナルポーズってあの持ってたらいけちゃうわけだから、うん、こんなんチートじゃんとも思いつつも、ルフィが壊す目的もわかるわけ。ルフィは冒険がしたいからね、こんなもんいらねえっていう理由があるじゃん。ちゃんと今までそのレイディの話でウソップが聞こうとして断ったとかっていう伏線もちゃんとあるから、うん、無理もないし、プラス豪華なお宝、どっちもちゃんと取り入れてるのが俺は素晴らしいなっていう。そうだよ、スタッフうまいこと考えたなっていう。いけちゃうお宝手に入れたらもう終わっちゃうから、ね、そう、いけちゃうお宝でもあるのに、でもルフィが怖すぎるもちゃんとあるから、何にもこうえってならないっていう、なんかちょっと感動すら覚えるというか、制作時うまいこと入れ込んだな。でこれもちろんね、小田さんが制作総指揮入ってんだけど、実はフィルムシリーズじゃないのよ。フィルムレッド、フィルム Z、うん、フィルムストロングワールドとか、小田先生ががっつり入ってない、がっつり入ってるのはフィルムがつくんだけど、うん、スタンピードはまあプロデューサー的な立ち位置ではあるんだけど、うん、フィルムがついてないっていうところで結構だいぶ制作陣が作った感はあるんだけど、でもそれでもね、こんな面白くできるというか、うん、むしろいいぐらいのものができてて、俺はすごい感動したんだけど、やっぱ世間ではなんか名前が上がってこねえなっていう。あとゲスト声優が全員うまいんだよね。ゲスト声優誰だっけ、ちょっとフィッシャーズは置いといて、フィッシャーズもいたんだけど、まあフィッシャーズはモブの声でうわーって終わりなんだけどだからそこはまあ置いといたとして、メインがね、ユースケ・サンタマリア。まずえ、マジで、でダグラス・バレットの相方なのよ。今回の海賊万博を開いた男がユースケ・サンタマリア吹き替えてるの。これがまずめちゃくちゃうまい、普通に聞いてほしいぐらい。もう本当にね、全く違和感ね、ただの声優さんかと思ったら、あ、ユースケかこの声、よくよく考えたらみたいな感じのレベルで、海賊万博のMC をやってる司会者が山里、あの南海キャンディーズの、ああそっちの山ちゃんで、相方がサッシーなんで、サシハラ、へえ、なんだけど全員うまい。あのちなみにサッシーの役はアンちゃんっていう役なんで、ね、まあ、これはこれで重要な、ビジュビジュのみっていう、ビジュビジュ、自分の出したいビジュアルを出せるっていう能力なんだけど、へえ、これはねラストでね、エースをビジュビジュで出すっていうめちゃくちゃ熱い伏線なんだよ最初にドラゴンかなんかで、何でもビジュアルで出せますとかっていう説明でバカみたいなやつだなと思ったんだけど、うん、最後の最後でサボが来てエースと一緒に炎の道を作るっていうラストのカットでそれが描かれて、それもいいんだよね、サボがね、お前あれ出せるかって言って、うん、エースとサボのダブルお兄ちゃんを見て、あのルフィが出航して終わるっていう、それも最高なんだけど、いまいちになってる理由を一個考察すると、にわかの人が
入りにくいのかなっていう、その過去キャラの興奮とか挿入歌の興奮とかっていうのが結構強いから、はい、まあ、最高のファン映画なんだけど、でも初見の人からしたらレッドの方が見やすいよねみたいな感じなのかなっていう、最低限知ってれば見れるじゃんみたいなのがちょっとあれなのかなっていう。だとしても Z と同じレベルまで来ていいと思うんだけどなとかは思うんだけど、ちなみにあいつは出てくるの、はい、ノロノロビームの人あ出ないです。え、フォクシー、ね、いやいいです、フォクシー楽しみにしてる人いないって、ダイモンもいないしさ、フォクシーもいないんだったらさ、いやいやいねえだろそんなクソ雑魚キャラばっかちょっとにわか的にはちょっとにわか覚えてない逆に、そこあ出た、スクビルだわいつものやつ、やっぱこれだよな、結構見せるなちゃんと、でもさ結構ちゃんと面白いんだよな結構後半だけど、うん、昔の予告見せすぎなんだよ、え、なんかだいぶ見せてるよこれ全部見せるやん倒し方も映っちゃうスクラッピードゥ以外全部出てるよ、主題歌がいいよね、ノリが良いんだよなこの映画本当に。